オーストラリアクロトキは、ペリカン目トキ科に属する鳥類の一種。アカーシクロトキとも呼ばれる。オーストラリア大陸、ニューギニア島南部、モルッカ諸島、ショースンダレッド、ソロモン諸島のレンネル島とベロナ島に分布する。また、ニュージーランドで名鳥として報告されている。体長63から76センチメートル、体重1400から2500グラム。 翼海長110から125センチメートル。オスの方が体とくちばしが若干大きい。初列風切り歯先端は黒いが、自列風切り歯はすべて白色。三列風切り歯が黒い飾り輪となるのはアフリカ黒時と同じだが、前頸部には黒時と同じような飾り輪がある。頭部は黒い皮膚が露出しているが、後頭部にはピンク色のだが体軸と直角に10列ほどある。 同じ黒時族の多種に比べて、くちばしが薄いことと足があまり黒くなく暗褐色であることが特徴である。本種において一般に認められているのは以下の2ア種である。かつてはニューギニアとモルッカの個体群だけを本種とし、オーストラリアの個体群はティストリセペニスとして別種としていたが、最近の研究によりこれらは同じものであり、別ア種でさえないとされるようになった。また、 本種は、同族のアフリカ黒時の足として扱われることがある。生息域は幅広く、内陸水域では、植生の豊かな浅い小宅地や氾濫、原、海岸部では干潟、マングローブ帯、小湖、さらには水域を遠く離れて、草原や農地、山火自石に姿を現すこともある。餌となる動物の種類も幅広く、多種多様な昆虫類、甲殻類などの節足動物、 多くの魚類、両生類、爬虫類などに加え、ネズミや不肉なども食事となる。採事は数十羽以上の集団で行われることが多いが単独で採事している個体も見られる。繁殖期は水量の状態に大きく左右されるため年中で一定していない。通常、時には2万つ害にもなる集団営装置を形成し、他の項の鳥目鳥類と 根群を形成していることも珍しくない。巣は肺状で、小枝や足などから作られる。産卵数は1から4個、深まではおよそ20から23日。ひなの頭部と頸部は黒い綿毛で、胴部は白の綿毛で覆われる。繁殖成功率は年によって大きく変動する。生態のほとんどは低重性であるが、水の利用状況によって、非定期的な移動を行うことがある。 また、オーストラリア南西部の個体群は、局所的な渡りを行い、冬季には北へ移動し、夏季には南へ戻る。ありがとうございます。